お客さん、今日はロング公演でございます。楽しみたいんです。今日のお芝居最初何ですか？意地悪です。そう、意地悪ばあさんです。面白いお芝居をご用意しましたね、座長。そこをもうちょっとプラスして、今日一日しか味わえない楽しさを、楽しさ一工夫しようと思います。今日のね、お芝居はもちろん意地悪ばあさんですよ。意地悪ばあさん、意地悪ばあさん、ね、面白いよ。面白い意地悪なおばあさんが出てきて、めちゃめちゃな、あ、面白いお芝居。そこをね、あ、面白いな、面白いですよ。面白いな。普段は私がやっているんです、意地悪ばあさん。いや、面白い、うん、面白い、面白いと言いながらも、お客様もっと面白くさせましょう。今日座長、座長、ここまで言ったら分かる？今日座長がばあさんやったらどうですか？これで急遽急遽急遽、なんで俺が幕を引っ張るかですね。もう楽屋に行ったら捕まえられない。そしてお客ね、楽屋で話したら、いやいやそれ嫌だよとか言うかも分からない。お客様の前だったら逃げられない。なんで拍手した？今日はおばあさんたちは、イエイイエイイエイ。ちょっと待って、俺ちょっとあの今までね、役者になって、ね、ここまで来て、おばあさんやったことない。やったことない。もうね、いつもこう、まあ敵役とか、そうね、まあ、今までね、下積みのあのその若い時はやってきました。はい、でまあ座長にならせてね、いただきまして、はい、主役を張らせていただいておりますんで、はい、おばあさんとかやったことない。やったことないからいいんじゃありませんか。そして普段じゃない、今日は特別ロングヒビ、特別ですよ。今日来ていただくお客様、今日しか楽しめない、そんな一日にしたいと思いませんか。いや、それはしたいよ。お客様にもっと楽しんでいただきたいと。いや、もっと楽しむ、思いませんか。いや、それ思いますよ、思いますよ、ね、思います。お客様も座長のおばあちゃん見たいと思いませんか。もう逃げられへんで、もう逃げられへんで。よし、ちょっとばあさんの用意して、ばあさんの、ばあさんの用意して。オッケー、分かった。はい、もう行って、テンション控えて、はい、どうぞ、違う、隠しでお送りください。ありがとうございます。どうぞどうぞ、ありがとうございます。はい、よし、これで OK でございます。お客様、今日はね、特別バージョン、急遽でございます。どんなお芝居になるかわからない、でも座長がおばあさんで、お客様を笑いの渦に引っ張りたいと思いますので、皆様お芝居開演、しばらくお待ちください。ありがとうございます。いや、楽しいね、ほんまに。思ったら、え、あんた何なん、言いたいこと、ああでもない、こうでもない、ペチャクチャ、ペチャクチャ喋って、すまへん。2階上がったと思ったら、え、今度はチューチュー、チューチュー、チューチューと。うちはな、おかみは、ネズミなんてこうてまへんで。すまへん。え、それが終わったと思ったら、今度は何や、タンスの引き金が、カッタンカッタン、コットンコットン。え、時を解くにつれて、お前、縦揺れはするわ、横揺れはするわ、お前。それだけやないわ、その後や。終わったと思ったら、今度はなんか嫌なうめき声出して、おたみさん、私も女です。あんな声聞かされたら、死んだお父ちゃん思い出して、変なところがうず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 するやないの、あんた。もうやめとくなあれ。すまへん。なんか言うたら、すまへんすまへんで、すまへん教官。え、すまへん。あー、もうまた言うた今。すんまへんは言わんといておくなあれ。今度はヘイトン、ヘイトン教官、あんたはお前すんまへん教官。もう左手まさかわしもう分かれんわ、何も分かれんわ。もうおばあちゃんって誰。おたみはまだですか。お母さん、今、お湯沸かしてますね。はよしだよ。何がお湯沸かしてますんや、ほんまに。すまへんちゃう言うてね。お母さん、どうぞ。喉かいてんのに、ほんまに。うわ、どうしました？おたみさん、なんで私のお茶に材木入れますんや。これ、材木。材木やなんて。
主役背中で感じる立ち役の定めを華麗に舞うその立ち姿観客皆顔を受け惜しい時間影回しさえ鳴りやむことない拍手が物語る今宵も舞う鮮やかにまた皆は遠くとご覧なれひとときに酔いしれ笑えや歌えや踊れやさあさあ心ゆくまでついてきな俺様に手拍子の数だけ舞いましょう一度を皆顔を受け垂れ目に惑う暗転でさえ鳴り止むことない拍手が物語る今宵も咲く妖艶の花皆は遠くとご覧あれああひとときに酔いしれ手拍子の数だけ舞いましょう